北陸鉄道浅野川線。浅野川線は、石川県金沢市の北鉄金沢駅から同県、河北郡内灘町の内灘駅間を結ぶ、北陸鉄道の鉄道路線。浅野川電気鉄道を前進とすることから今でも、朝電の愛称で来れている。すべて北鉄金沢駅内灘駅間の運転である。1時間あたりおおむね2から3本運行されており、朝夕は、 約22分間隔、日中は30分間隔で運行されている。北鉄金沢駅内灘駅間の所要時間は、普通列車17分である。内灘駅の始発は5時33分、北鉄金沢駅の終電は23時である。2012年4月1日の改正で、内灘駅の始発が6時から5時40分に繰り上げられ、北鉄金沢駅の終電も、 毎日23時に統一された。2015年3月14日の改正で、北陸新幹線金沢駅始発列車に接続させるため、さらに始発が繰り上がった。以前はほぼ一駅置きに停車する急行が夜間を除いて、日中の半数が中心運転されていたが、2006年、平成18年12月1日のダイヤ変更以後は、全列車普通となった。 途中停車駅は、上諸号駅、割出駅、三津屋駅、か月名駅で、北鉄金沢駅内灘駅間の所要時間は14分であった。なお、金沢市では、北鉄石川線との直通延伸が計画されていたこともあった。北陸新幹線が開通してからは、再度都市交通の必要性が議論され、一部で計画を持ち上げる動きがある。 朝の川線の輸送実績を下表に記す。輸送量は減少している。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。朝の川線の近年の収入実績を下表に記す。 旅客運賃収入は1991年、平成3年以降減少している。運輸増収については年度による変動が大きい。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 浅野川線は、1924年1月23日に、設立された浅野川電気鉄道、浅電によって開業した路線である。富山県経済人を中心とする金沢、堀川電気鉄道が洗顔していたが、金沢市の平沢義太郎を中心とする、石川県政財界人が出願した、浅野川電気鉄道に対し1923年5月に、 鉄道不設免許状がカフされた。1925年5月10日に七津屋駅から新須崎駅、1961年廃止。勝名駅淡ヶ崎駅間、間 5.3km、翌年5月18日に、金沢駅前駅、現、北鉄金沢駅から七津屋駅間 0.8km、1929年7月14日に、 新須崎駅阿賀崎海岸駅間 2.4km を開業した。朝電は1925年に阿賀崎遊園を開設し、阿賀崎遊園前駅をその近くに設置して利用者の便を測るなど、阪急電鉄に習った多角経営を行っていた遊園地は、朝電社長に就任した平沢義郎個人の事業として開園したが、後に朝電が引き継いだ。 しかし、第二次世界大戦に突入すると、阿波川崎遊園地は、軍の宿営地となり、阿波川崎遊園前駅阿波川崎海岸駅間の、線路も接収された。さらに、戦時統合で、北陸鉄道、北鉄に合併することが決まったが、当時の愛本義則社長は、合併条件を不満として拒否した。結局、社長を刑事事件で逮捕した後の1945年に、 北鉄に合併され、同社の浅野川線となった。戦後の1952年、淡川崎遊園前から、淡川崎海岸駅間の線路は復旧され、北鉄金沢市内線、1967年廃止、との直通運転も行われた。同時期に、内灘砂丘に、米軍支車場が作られる計画が上がり、物資、人員輸送の専用線として、 阿波ヶ崎遊園前駅から内灘砂丘方面に延伸された。しかし、内灘闘争の結果、1957年に返還となり、専用線も廃止された。この路線は後に移設する内灘駅に利用された。その後、1974年に港湾整備などのため、内灘駅阿波ヶ崎海岸駅間が廃止された。ただし、阿波ヶ崎遊園前、 内ち阿波淡ヶ崎海岸駅間は、下記の海水浴沈ん中のみであり、1972年8月31日が最終運転である。2001年に、北鉄金沢駅七津屋駅間が地下化された。地下化するにあたり、車両をすべて不燃化する必要があったため元、元 k を、3 0 0 0軽電車を導入することとなり、同車に対応するために1996年に、 河川電圧を600ボルトから1500ボルトに昇圧し、同時にワンマン運転を開始した。地方私鉄路線の地下側、は、長野電鉄長野線に次いでに例目となった。戦術の通り、北鉄金沢駅が地下駅であり、一面二線である。他は地上駅である。三津屋駅は、列車の行き違いが行われるため相対式ホーム二面二線であり、 この他の駅は一面一線となっている。また、内灘駅に隣接して、電車基地があり、車両の留置が行われている。金沢駅、内灘駅、以上終日、割出し駅、平日ラッシュ時のみ以外は、無人駅である。開業より1929年まで、終端駅であった新須崎駅は大野川下賀にあった。ここで、浅野川電気鉄道は、 河北方への遊覧船運行や貸船の営業を、はじめ、また、波川石油園行きの乗り合い自動車が運転されていた。1961年に乗客減少により廃止となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。